ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？はい、ふなっぴーも元気ですよって言った具合でね、今回はですね、 SNS 上でも話題になってる、その発想はなかった、バズり飯、超簡単なアイデア料理でございます。その名もポテチオムレツでございますよ。はい、こちらでございますね。はいね、好みのね、ポテトチップス、まあ今回はね、薄塩なんですけれどもね、あの海苔塩とか薄塩とかね、あのコンソメパンチとかね、そんなやつでいいんです。そんなやつをね、ご用意してください。そしてね、好みの材料、そして溶き卵をね、まあ3つほどですかね、用意してください、ね、そしてこの袋ごと使っちゃう簡単アイデア料理でございますよ。はい、まずね、こちらのね、ポテトチップスを粉々に砕いちゃいましょう。それから、この中に好みの具材を入れて、溶き卵を入れて、そしてね、こちらね、封をして3、40分湯煎しちゃったらできちゃうやつでございます。はい、そこでこちら電気圧力鍋さんにね、ちょっと活躍してもらっちゃおうっていう寸法でございますよね。あのね、コンロでね、3、40分ね、つけっぱなしっていうのはね、いささかもったいのうございますよね。その代わりにこの電気圧力鍋さんね、せっかくだからね、温度調理機能を使って、はい、あの3、40分作っていきたいと思います。まあね、あの中身がね、火が通ってるようなものでございましたらね、3、40分はいらないと思いますけれども、まあ心配なんで、はい、ちゃんと40分でやっていきたいと思います。はい、材料揃いましたね。はい、最初はね、オーソドックスにね、スパニッシュオムレツなんかね、作っていきたいなと思いまして、はい、ポテトチップスの薄塩をご用意しました。そしてね、こちらね、冷凍の、ミックスベジタブルでございますね。そしてはい、こちらね、ソーセージでございます。そして卵を入れて、スパニッシュオムレツうまく作れるといいですね。はい、そしてですね、こちら、はい、かっぱえびせん、変化球、ちょっと作ってみたいと思いましてね、かっぱえびせんをご用意しました。ね、かっぱえびせんの中には、きゅうりでございますね。そして、はい、カニカマでございますね。で、ちくわ、そして卵3個入れてね、どんなのができるのかね、正直よくわからないんですけどね、はい、作っていきたいと思います。はい、材料が整いましたよ。じゃあまずね、こちらね、薄塩さんの方からやっていきたいと思います。今回ね、ちょっとね、スパニッシュオムレツにしたいんでね、卵の方をね、ちょっとあの牛乳を足させていただきました。うん、このままでもうまいといった感じでね、こちらぐしゃぐしゃとやっていきましょう。うん、あー、なんかもったいないような気がしますね。はい、もうこんなくらいでいいのかな。はい、かなり、はい、こんな感じになりました。はい、じゃあこちらこのままね、ちょっと牛乳を入れた卵ですね、溶き卵入れちゃいます。だっ、うわー、入った、はい、入りました。はい、こんな感じでね、入りました。見えますかね。はい、こんな感じなんですけどね。はい、ちょっとなじませましょう。あ、なんか気持ち悪い。はい、ね、しっかりとね、はい、はい、お箸でね、よいしょ、こんな感じでね、はい、
見えませんね、はい、こんなもんですかね。はい、こんな感じ見えますか。どうでしょう、こんな感じです。はい、うわ、ぷにゅぷにゅになってます。ぷにゅぷにゅ、はい、そしてね、ミックスベジタブルですね、こちら入れちゃいましょう。ちょっといや、あれでしょ、はいね。そしてね、ミックスベジタブルさんも、はい、まんべんなくかき混ぜてあげましょう。はい、いい感じですね。はい、そしてこちらとどめに、こんな感じになったね。はい、とどめによっ、ソーセージ入れちゃいましょう。中の方に押し込んであげて、はい、見えなくなるまでね、押し込んであげてください。はい、見えなくなりましたね、かくれんぼしましたね。はい、見えますかね、こんな感じなんですけどね。はい、じゃあこちらをね、上から、はい、しょっと、くるくるくる、あ、くるくるくる、よいしょ、はい、こちらですね、くるくるしたやつを輪ゴムで、はい、こんな感じにしましたよ。はい、じゃあちょっと中に入っててもらいましょうね。そして変化球のカッパエビセンでございます。もちろんねこのままでも美味しゅうございますよ。やりますかね。うわー、なんかストレス発散になりそう。あ、これ結構ね、圧力いりますね、おせんべいだからね。パンチパンチパンチ、はい、どうでしょう、結構粉々になりましたね。はい、でもまだ食べられそうなんですけどね。はい、こんな感じになりました。じゃあ卵を入れていきましょう。今回はね、卵3個だけ、溶き卵ですね。はい、溶き卵ちゃん入れていきます。よっ。うわー。はーい。じゃあ、こちらね、味混ぜましょう。あ、かっぱえびせんのいい香りがしておりますよ。はい。卵足りんのかな、これ。あ、こんなもんかな、もう大丈夫かな、もう大丈夫かな、はい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 、こんな感じになりましたよ。はい、じゃあこちらね、カニカマちゃん入れていきましょう。ちょっとね、あら、あら、ちょっと、あら、カニカマちゃん、え、細かくね、してあげて、え、よいしょ、はい、こんな感じでね、はい、じゃあまたね、なじませてあげましょう。おー、いいよ、
おお、はい、はい、ああなんかちょっと美味しいのできるんじゃないですか。こんな感じです。はい。そしてちくわちゃんでございますね。ちくわちゃんにははい、きゅうりが入っていますよね。はい、これねこのままでもね十分美味しいですよね。酒のつまみにはちょうどいいやつでございます。食べたいところですか。ここはぐっと我慢して入れてしまいましょう。これもねちょっとね中にうずめてあげたいぞと。よしよしよし。おお、いい感じじゃないですか。これちょっとうまくできたら美味しいですよこれ。はい、こんな感じになってます。グッグッグッ。はい、じゃあこれもねさっきみたいにちょっと空気を抜いてくるくるくる、あ、くるくるくると巻いたら、はい、輪ゴムをね2箇所しちゃいましょう。あのね二重にしちゃうとねあのくびれができちゃうんですね。はい、ね、人間はねちょっと女性なんかくびれができた方がねいいんですけどね、こちらあんまりねくびれできちゃうとね美味しくなくなっちゃうんでね。はい、こんな感じでね、はい、出来上がりました。じゃあね電気圧力鍋さんの中に入れちゃいましょうね。はい、こちらね薄塩のポテチさんでございます。スパニッシュオムレツ風になるんだよ。そして塩化球のカッパエビせんでございます。はい、ちゃんと入りましたね。はい、これでお水を入れて温度調理をしていきたいと思います。はい、お水が入っておりますね。はい、そしてこれから温度調理をしていきます。はい、ちょっとねできないんでスタッフさんよろしくお願いします。はい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 、え、はい、100度ですね。はい、3、2、1。はい、40分ふなぴーはお昼寝しておりますよ。あ、出来上がりました。遊んでるうちに出来上がりましたね。はい、じゃあ開けてまいりましょう。ガー、はい、どうでしょう、どうでしょうって分かんないですね。はい、じゃあこちら開けてまいりましょう。はい、それでは出していきましょうね。スパニッシュオムレツになってますかね。しかし暑いですね。ますかね。この開ける瞬間が楽しみですよね。しかし暑い。はい。硬くなってる、硬くなってる。あ、いい感じに固まってますよ。固まってますね。湯気もすごいですね。こんな感じですよ。見えますかね。はい、じゃあ出してまいりましょう。いきますよ。あっつい、あっつい、あっつい。あ、こんな感じ。こ
すごい。なんか俵みたいになってる。はい、こんな感じに出来上がりました。ポテトの匂いがする。ポテトの匂いがする。はい、じゃあ次ね、カッパエビゼンでございますよ。はい、どうなってるんでしょうね。これもきっと熱いですね。はいはいはい、うわ、すごい湯気。はい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 、あちゃ、あ、あち、はい、あ、あ、できてるできてるできてる。あ、硬い硬い。はい、じゃあ一気にいきますよ。あちゃ、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 はい、よいしょよいしょ。はいねえ、こんな感じこんな感じ。はい、なんかキャンディーの形になっちゃいましたね。はい、こんな感じに出来上がりました。はい、こんなですね。はい、あ、こっちの方がやっぱり色が綺麗ですね。はい、こんな感じですよ。はい、それではこちら、ちょっと綺麗にお化粧しましょうね。はい、それでは乾杯しましょう。今日はキリンの一番搾りでございます。乾杯、チーズ。一仕事した後のビールは美味しいですね。何もやってないんですけどね。はい、盛り付けてまいりましたね。こちらですね、こちらの方がね、薄塩でございますね。薄塩のポテチでございます。そしてこの色の濃い方ですね、こっちがね、エビせんでございます。はい、それではいただきます。どうなんでしょうね、実際ね。はい、断面が綺麗、本当になんかスパニッシュオムレツみたいですね。はい、これちょっとね、お弁当なんかにもいいですね。ちょっと入れるのもね。うん、じゃあちょっと一口。しっかりね、お芋の味がしますね。お芋はね、あの粉々にしたんでね、本当にマッシュポテトのようなね、味になっております。そしてね、あのいろんなね、お野菜、そう、あのミックスベジタブルですね、そういうのが入ってるんで彩りも良くてね。で、結構ね、卵3つなんですけどもね、それに牛乳入れたんですけど、ちょっとまあ固めな感じですね。固めな感じのスパニッシュオムレツって言った感じですね。これはちょっとね、ケチャップでしょう。そしてさっくり、歯切れがようございますよ。これ、だって味付けも何もしないでね、ただ混ぜただけでこうやってできちゃうのって嬉しいですよね。あ、これは大正解ですね。また作ってみたい一品でございますよ。はい、そしてカッパエビセンでございます。まあ色がね、すごい色になっちゃって、はいね、ちょっと心配なんですよね。はい、硬そうだしね、これ冷めたらきっともっと硬いんだろうな。ではいただきます。なんか食感はね、ちょっとね、エアリーな感じがしますね。パフパフ、ポソポソっていった感じです。で、噛めば噛むほどね、エビの、このエビせんのね、エビの味がね、じゅわじゅわきます。そして最後までね、エビのなんかカスっぽいものがね、最後に残るんですね。これちょっとね、このままだとね、ちょっと食べにくいですね。パサパサなんでね。だからこれはマヨネーズでしょう。
マヨネーズをたっぷりつけて、うん、マヨネーズでね、パサパサ感が緩和されてね、うん、滑らかになりました。そして中にね、ちくわさんがいいお仕事をしてますね。ちくわさんがね、結構食感が良くなっております。うん、ちくわのおかげでね、なんかこう一つにまとまったお料理になってるって言っても、はい、過言ではございません。そしてきゅうりも食感が良くね、本当にまだね、こうフレッシュなきゅうりをいただいてるって言ってる感じですね。もうこれはね、やっぱり何回も言いますけど、マヨネーズでぜひね、いただいちゃってください。うん、これもね、これはね、どっちかとお弁当っていうよりもやっぱりビールのつまみですかね。はいはい、今回ですね、簡単ですぐできちゃうっていうね、汚れ物もね出ないしね、これはなかなかいいですよね。はい、そういったね、ポテチオムレツとカッパエビせんオムレツ作っていったわけでございますけれどもね、こちらはね、もう本当に彩りがよくね、お弁当にはもう最適でございます。そしてね、カッパエビせんの方はね、なかなかね、こうエアリーな感じでね、はい、そしてこうギュッと詰まったエビせんがね、一口でこう口の中で広がって美味しくなっております。ただこれはお弁当にはちょっと厳しいかもでございます。はい、これはね、つまみにでもしてあげてくださいといった感じでね、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。